どうも。あ、今日は前回出てきたですね、はい、殺しコートの、はい、殺しコートのね、はい、りなちゃんの方が、はい、またこちらの方に来られてましたので、はい、はいはい、だったらよしひこチャンネルに、はい、出ようよと、はい、で、せっかくなんでクイズ対決、はい、いやでも手は綺麗にしてきた、どうでもいいけど、7万円ですね、バイキングで、そういう横で痛くないんだもん、7万の女ですから、そう測定してみないとわからないですね、今日綺麗でしょちょっと離れたわね、はい、それみたいな、今日はよろしくお願いします、よろしくお願いします。というのが、吉子さん、激辛40倍がかかってるじゃないですか。かかってるね。ここで前回激辛四川の麻婆豆腐やってくれてたんで、チャンスを与えた方がいいんじゃなかろうかと。またやらせるんですかということでですね、敗者復活戦、はい、いいね、いいよいいよということが、うん、やっぱり視聴者さんの声からあるわけですよ、うんうん、なるほど。もう体を大切にしてあげてください優しい高校だったら、せっかくねゲスト来ていただいたんで、うん、40倍を回避、回避というよりも40倍をりなちゃんにお任せするっていうですね、というですね、いいね、真剣になっちゃうよ俺、真剣でいきましょう、はい、いや真剣にやります。でも視聴者さんはほとんどの人が40倍のよしひこを見たいわけですあ、健康を気遣ってくれる方は一番頑張ります、頑張ります、頑張りますそれではちょっと待って、血液型何型？ A 型です。 A 型でしょ。でも中身全然 A 型っぽくないです。一応血液型ちょっと違うんで雰囲気が、まあ、B、A、B っていて、あ、O 型。なるほど、なるほど、はい、それでは、挙手ですよ、挙手、はい、じゃあいきますよ、うん、飛行機の中で食べるように作られた野菜があります。その野菜はどれでしょう。1番ミニトマト、2番パプリカ、3番アボカド、4番ズッキーニ、うん、4番ズッキーニ。あ、外れですえ、いや、違う、俺が言えるんだよ、トマトとミニトマト、パプリカ、アボカド、難しいよ、ズッキーニ。じゃあズッキーニは外れたわけや。外れました。アボカドか、言える、ズッキーニ、あ、ズッキーニ、待って、トマト、パプリカ、あ、パプリカどういうんだっけ、あ、黄色いやつ、ピーマン、アボカド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 この3つのうち、どれだよね、はい、うん、ミニトマト、お、正解、それはなぜ、今度テロップ出しますね、テロップ出します、はい、調べよう、はい、続いて第2問、はい、中世ヨーロッパの貴族が銀食器を愛用している理由は、うんうん、はい、毒が分かるように。正解すごい、ポイント選手です。え、ちょっと待って、本気本気やん、あの赤いの見てないやろ食いもんじゃないもんだってマジで、いやいや、やっぱ辛いのは苦手ですよねそうですねそれは有名よ、銀っていうのは毒で変色するんで、だから昔の江戸時代の十手がそう、十手も銀でちゃんとしてるわけ、あれって口の中に入れると毒だと変色するから、それを調べるために十手も銀が使われてる。韓国の器とか箸も銀色系だ。ああね、そうですね、うん。あれもやっぱり毒を。いや、そこは分かんない俺。でも中世の銀はそうなの。はい。すごいな。じゃ続きまして第3問。はい。抗菌抗ウイルス対応消臭除菌液スーパーコロッシュに使われてる成分は。はいはい、お前おかしいよ、それってそれって、ちょっと待って、それ、ちょっと待って、それおかしいよ、それ、はい、まず要素、正解、まあ、嬉しい、ちょっと待ってプロ野球の質問すると一緒やんか、それってそうですよ
そうですよ。それ、なんか悪意があるわ。はい。じゃあ、続きまして、第4問。食べられるお城と呼ばれているのは次のうちどれ？ 1. 姫路城、 2. 熊本城、 3. 小田原城。はい、はい、1番姫路城。姫路城。はい、え、あのね、多分お城の壁に塩かなんかをかあの置いてるか、あ、熊本城。正解。はい、すごい。あの熊本城の中に芋かなんかのやつを埋め込んでるはずない？かんぴょうです。かんぴょうな。そう。あと塩もあるわけ。おお。あの線になると塩がなくなるから、あの外壁なんかを塩入れたりとかしてるわけ。おお、すごい。すごいですね。ですね、これは熊本城の場合は、ね、城に立てこもって戦うことを想定して、そう、壁にかんぴょうなどを埋め込んだり、畳の芯に、畳の芯に芋など、そうやろ、はい、の芯を使った非常食になるような設計にされているのです。そう、熊本城を築いた加藤清正は猛将にして知将で有名でございますと。そう、姫路城ってやろ。姫路城は白鷺城ですよね。あれは形と色やんか。そうです、なんか白鷺って食べれるかと思って。お前食べちゃうよ。姫路城食ったら大物ですね。いいよ。じゃあ今は3対1。じゃあ、まずい。コルシュコートの話やめてくれるか。いいか、コルシュコートは確かにこういろんなのバイキンなくす、それは分かった、この間。ただその専門の話はやめてくれるか。クイズになってないやん。クイズ問題としてですから。かかったかい。じゃあ第5問。黒船が来た時日本がしたアピールは次のうちどれ、うん、1. 砂浜に浮世絵を描いて感性の豊かさをアピールした、うん、2. 海岸に機械を並べて技術力をアピールした、 3. 力士を使って日本人の力強さをアピールした。 3. 正解。それはなぜですか。そう、なぜっていうより、やっぱなんだ、日本人ってあの頃小さかったからね、はいはいはい、だから力士はでかいから、はい、そういう日本人はこういう力持ちがいるんだぞってことじゃないかな。やっぱさすがです、雑学王ですよね、うんうん、体格のいい欧米人に対抗すべく、うん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 、日本人にも体格のいい人間はいるぞとアピールするためですと、うん、力士たちに米俵を担がせ、停泊するペリーたちの船に運ばせたと言われている。打点63だけ生きてないぞ。殺しコーターやめて。殺しコーターやめて。クイズなんで。オッケー。続きまして、第6問。はい。抗菌抗ウイルス対応消臭除菌液、スーパーコロッシュの効果的な使い方って間違っているものはどれ、うん、1番カーテンやソファーに直接噴射する、はい、けんべん。確かにけんべん、待って。2スーパーコロッシュでうがいをする、3手などにスリー、はい、はい、2番正解。やだー、けんべんはね、測れなくなっちゃいますもんね。そうですね、けんべんってまた懐かしいこと言いますね。あのペタって貼るやつですね。そう、ペタってフィルム。いいバカだね。俺たちとか貼るんじゃなかったもん。マッチ箱みたいなやつで、あのちゃんとトイレ行って、ここでマッチ箱の中に入れて、ほう、多すぎた時こうやって棒でこうやって、その棒入ってるんですか。入ってる、それ捨てるけど。あの、その若い時一番小さい時そうだったよ、剣弁とのマッチ箱みたいでちゃんと本当に弁を入れてそれを持ってくのよ。それお母さんがやってくれるんですか。いや、自分でこうやって。自分でこれで目標を失わないですか、手にこう。え、で、あ、ど、うん、いや結構難しくないですか。昔でも、あの今みたいにな、便器の形じゃなくて和弁だもん。そうですね、だったらまだしやすいですね、うん、和弁だもん。へえ、最近でもないですよね、ケンさん。あったらびっくりするもん、あ、和弁にやって閉めるもん。結構古いとこ行って飯食うやん。あります。
で、パッて、よし、ちょ、お腹って、うん、パッて言った時、え、和弁どうしたらいいんや、うん、あのパイプにこうやってグーってパイプがあればパイプにグーってしながら中腰でとかあるけどたまにあるよね、でも和弁、ありますあります、たまにありますね、うん。ご視聴ありがとうございました。いいねもたくさん押してください。その前に登録をよろしくお願いいたします。